するバルキリーを援護せよ。キアラ、急いで。はいはい、簡単に言ってくれるよね。HUT!
っちゃいそう。姫子、東海獣は倒したわ。ムーンライトスローンが見えてきた。了解。もちろん直接進化することはできないの？館長何考えてるの？もう少しキアナちゃんとおしゃべりしたら？キアナちゃんの頭の斜め上にあるポップをタップするとおしゃべりができるよ。
ぼーっとしてるの？艦長。これで大体片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だわ。百人力って、私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。ほんと。そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。艦長、結構な数の任務をクリアしたよね。ここをタップしてクエスト任務をいっぱいクリアしたら、ここで報酬を獲得しよう。艦長、メイちゃんにケチっちゃダメだよ。メイちゃんの刀には一番いい素材を使ってよね。武器はこれでオッケーだね。気をつけてね。バルキリーメイ、参上。ぼーっとしてるの？艦長。絶対ね。艦長、アイちゃんがタイプ相性について説明するね。キャラと敵にはそれぞれタイプがあるの。機械、生物、異能の3タイプだよ。3タイプは相克するよ。機
は異能に有利、異能は機械に有利だよ。今いる敵は異能タイプだから、生物タイプの雷脈層飛行がおすすめだよ。よし、今いる敵は生物タイプだから、機械タイプの領域層白練りがおすすめだよ。了解です、艦長。
お待たせ。一緒に帰りましょう。重要なお知らせだよ。さて、ミッションを見てみよう。クリアしたね。早速任務報酬を受け取ってみよう。データによると、今手に入れたのは聖痕というものだね。艦長、聞いたことある？目標発見、逃走した帝王型崩壊獣。でも、もうちょっとメイちゃんとお話ししてもいいの？目標発見、逃走した帝王型崩壊獣。でも、もうちょっとメイちゃんとお話ししてもいいの？